ゲームアーカイブス。ゲームアーカイブスは、プレイステーションストアで過去に発売された、プレイステーション、プレイステーションに、PC エンジン、CD r o m スーパー CD ロム、PC エンジンスーパーグラフィックスも含むようなソフトをダウンロード販売するサービス。対応機種は PS3、PSP、PSV a だが、ソフトが両機種対応の場合は、PS3 と PSP。 p s Vita 間でソフトとセーブデータをコピーし、一つのタイトルを共有して遊ぶことも可能である。なお、PS4 は対応していない。2006年11月22日より、PlayStation Store で原則、水曜日に配信されていた、2007年10月から2012年4月までは、第2、第4水曜、2012年5月以降は、第2水曜、これとは別に、 PC エンジンアーカイブスは第3水曜に配信された。2003年以前の過去の作品においては、コンピュータエンターテインメントレーティング機構、セロの設立前に発売された作品も含まれるため、配信時に改めてセロによる審査を受けている。2007年4月26日から PS3 向けの配信が開始されてからは、ほとんどのタイトルが、 PS3、PSP PS の両方でプレイできるようになり、セーブデータの共有も可能となった。PSP の場合、L2、R2 の入力は、初期状態で、それぞれアナログパッドの左右に割り振られている。他の入力も含め、オプションで割り振りを変更可能。ただし、ソフトの互換性や操作系の違いなどの問題により、いずれかのみの対応となっているソフトも一部ある。PSP は、 L3、R3、左右アナログスティックの入力に非対応。また、元のゲームソフトが他人数プレイに対応しているタイトルであっても PSP で動作させた時は2人以上で同時にプレイをすることはできない通信対戦などには対応していない。2007年11月14日より PS3 の振動機能に対応した。2007年9月20日からは PS3 がなくても PC 経由で PSP にダウンロードできるようになり、さらに2008年10月15日に PSP のみでもダウンロードできるようになった。ただし、ネットワーク環境が必要。2008年10月30日には、PC 用のストアがリニューアルされて、専用ソフトによるダウンロードとなった。2009年7月15日には、 プレイステーション以外のプラットフォームとしては初めてとなる PC エンジンアーカイブスの取り扱いが開始され PC エンジン用のゲームソフトが配信されたプレイステーション用のタイトルと同様に PS3PSP の両方でプレイが可能でまたいつでもシステムメニューからのセーブとロードが可能というオプションが追加された2011年12月17日発売の プレイステーションウィタは当初は PC エンジンアーカイブスのみ対応。プレイステーション用ソフトは2012年8月28日のシステムソフトウェア1.80のアップデートで対応した。2012年7月25日からはプレイステーション2のソフトを PS3 でプレイできるプレイステーション2アーカイブスの配信を開始した。配信タイトルは PS 初期の作品である。 アークザラッド等をはじめとして、ソニーの看板タイトルが主である。しかし任天堂が展開するバーチャルコンソール同様に、版権や肖像権などの問題により、配信がほぼ不可能なタイトルがある、ポポロクロイス、ワイルドアームズなどソニーを代表するソフトが配信されている中で、グランツーリスモや PS1 周年として作られたビヨンドザビヨンドは配信されていない。 2010年6月29日公開の PSP システムソフトウェア6.30において同バージョンで提供されたフォーマット別分類機能の項目にネオジオが存在したことから PC エンジンに続いてネオジオ用ソフトのビスも行われるという噂があったがこちらはネオゲオステーションという別のカテゴリーとなったネオジオステーションは PS3、PSP に対応しているが PS3 版と PSP 版は別個のタイトルとして扱われる。このため PS3 版を購入したとしても PSP で遊ぶためには別途 PSP 版を購入する必要がある。東京ゲームショ2006の基調講演において、くたらげケンス社長、当時がメガドライブも対応させるという構想を発表したが、セガは正式発表できる段階にないと否定。その後、 セガは2011年7月6日より、プレイステーションストアにて、セガマーク E メガドライブセガサターンドリームキャスト、アーケード版のゲームを PS3 用のダウンロードゲームとして配信す、サービスを開始した。移植元のハードによって、セガヴィンテージコレクション、セガエージスオンライン、ドリームキャスト復刻プロジェクト、モデル2コレクションなど名称は異なる。PS1 用ソフトのセーブデータは、 ゲームアーカイブス版とパッケージ版で互換性があり PS1 のメモリーカードに保存されているセーブデータをメモリーカードをアダプタスチャスム 1J で PS3 体内に保存し PS3 でプレイすることができるまた PS3 と PSPPSWITA を USB 接続すれば PS3 と PSPPSWITA へセーブデータを相互に変換移動することもできる PS2 ソフトのセーブデータはゲームアーカイブス版とパッケージ版で互換性はないため PS2 や PS2 互換性のある初期型 PS3 で作成したセーブデータをゲームアーカイブス版で引き継ぐことはできん。PC エンジンアーカイブスはバックアップラムによるセーブ機能に対応したソフトのみ PS3 と PSP、PSWITA で共有することが可能で 中段西部のデータは共有することはできない。以下に代表的なソフトの価格設定を上げるが、ソフトによっては、下記の範疇に収まらない、価格設定のものがある。上記の価格は日本で配信されているタイトルのもので、ソフトによって違いがあり、PS 用ソフトのうち、一部のパチスロ系タイトルや、シンプルシリーズは300円、ファイナルファンタジーシリーズや、 スーパーロボット対戦シリーズの大半は1000円を超える。また、2007年4月25日までは、各525円で配信された。一度購入手続きを行いダウンロードしたソフトは、削除しても無料で再ダウンロードすることができる。新規で購入できなくなった配信停止タイトルも再ダウンロードは可能。ダウンロードしたソフトは PSP では、 メモリースティックデュオ p s p 号では本体内蔵メモリーまたはメモリースティックマイクロ PS3 では内蔵 HDD に保存されるプレイステーションストアでのゲーム配信においては一つのプレイステーションネットワークのアカウントにつきスビタと PSP の合計で最大2台 PS3 で最大2台まで認証が可能制限台数を超えた場合は 同一アカウントで運用している、いずれかの機器の認証解除が必要となるなため、購入したゲームアーカイブスのソフトは、制限台数までであれば、他の PS3 すびた PSP 本体へのコピー、移行がノーとなっている。開始時期は不明であるが、2013年12月現在では、PS2 アーカイブスとの区別のためか、プレイステーションストア内では、 初代 PS アーカイブスと表記されている。本校の配信は一部を除き、ハドソンがすべての配信を行っていたが、ハドソンがコナミデジタルエンタテインメントに吸収、解散以降新規配信は行われていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。